はい、どうもどうして、バンプです。はい、今回は面白いね、コメントをいただいたんで、ちょっとね、それやっていこうかなと思います。タルコフのジオゲッサーがあるっぽくて、みんな知ってた？タルコフのジオゲッサー。まあ、見ていきましょう。ポンということで、まあ、こんな感じです。はい、タルコフのジオゲッサー。エスケームフロームタルコフ。で、ジオゲッサーっていうのは、その、土地とかをパッと見て、ここはどこだっていうのを当てるゲームなんですけど、それのタルコフバージョンがあるみたいな話いただいて、これ今日やっていこうかなと。まあいろいろあるんだろうね。リザーブ、ウッズ、カスタム、インターチェンジ、ショアライン。で、ここはね、まあスーンとので、まあ、後々できるのかなという感じなので、ちょっとね、まあ今回はオールマップ、このまあ5つのマップになるのかな、これやっていきたいと思います。その前にね、これやってみたいねっていう人は概要欄の方にちょっと、それ貼っときますんで、ぜひとも皆さんも挑戦してみてください。それではね、オールマップ行ってみましょう。え？で、スタートゲームかな。すごいな、2万5000ポイント。もうみんな、まあ、タルコフはね、そういうもんだもんね。まあ、やっていこう。5分。インチェの、うわ！わからんかも。あ、待って、テクスがあるから、ちょっと待ってよ。あるから、こう、こっちゃう？いや、違うな。いや、待て、よく見ればよかった。これ2階い、あ、はい、わかりました。ここ上がってすぐのここっすわ。で、ここの、この辺。ここじゃない？ここじゃない？もう完璧。これ時間かけすぎ？はい。はい、来たー！ 2 ポイント。ほぼほぼいけるよね。ネクストラウンド。2、1。はい、打つ。はい、わかる。もう、タルコフのジオゲッサーは簡単すぎる。まあ、完璧をね、目指して。まあ、アタッチメントが近くにあるから、これさ、マップを覚えてない人でもやったら覚えれるかもね。めちゃくちゃいいじゃん。はい、ここだね。はい、ここ。はい、ここさあ、カモーン。はい。まあ、ネクストロー。これさ、100% やっぱ、ポイントのスコア、マックスの人もいるってことだもんね。はい、インチェだね。インチェの、はい、ここはね、リスポーンでもあるね。端っこだね。ここの交差点。マップがどうなってんだこれ。はい、ここの、はい、ここはコンテナなんで、はい、ここです。はい、ここ、ゲス。はい、ジオゲッサー。なるほど。俺、ここ撃ったと思ったけどね。ちょ、横にずれてるわ。はい、じゃあ行きます、次。4ラウンド。これ何ラウンドあるんだろうね。さあ、ここまたインチェだね。で、イデアが見えるから、まあ簡単だね、これはもう。うわ、これさ、楽しいかも。イデアで、ね、このね、斜めにあってるやつはここだから、はい、この辺ですと。はいよ。はい、ちょっとずれてる。まあ、許容範囲でしょ。おもろい。はい、さあ、ここパッと見た感じ、まあ、昭和ラインか？昭和ラインだね。まあ、前回の昭和ラインだね、これ。リメイク前だね。ってことは、今期から始めたらちょっとね、わからないかもね。さあ、リメイク前の昭和ラインは、ここの、これの、カルトがよく湧いてるとこだね。斜めなんで、この辺かな。ここにあるから、ここか。この辺です。こっちか。はい、イエス。いや、これはね、タルコファーとしてはちょっともう、ね、さっと答えていきたいよね。おい、これだけ？5ラウンド。なるほど。24,583 ポイント。まあ、ほぼほぼね、もう合ってましたよってことですよね、これ。まあ、イーズ。うん。なるほど。これ、アゲイン。で、これで 25,044 秒で終わらして、さあ、すごっ！もう、パッパってね、ピン刺して、みんなマックス点ね。まあ、大体そうだろうね。え、待って、これ俺いる？俺いる？これいる？何万ポイントだった？俺2万何ポイントだから、俺ね、まだやってる人が少ないから、まあ、こんな感じか。いや、これね、面白いね。これ、マップで覚えてない人もちょっとやってみて、これ面白いと思う。マップとか選んで、ウッズとか、昭和ラインとか、ある。まあ、昭和ラインはね、なんか前回のやつだから、ちょっと難しいかもしれない。本気始めた人は。まあ、カスタム編もちょっとやってみるか。カスタムなかったんで、今回カスタム行きましょう。あ、5ラウンドとか、あれ書いてるじゃん、ここ。ラウンドとかあんだね。さあ、まあ、ラウンド5なんですけど、まあ、パパッと行きましょう。はい、ここね。あ、オールガスの横だね。簡単。
さあ、オルガス、オルガス。マップがこうなってて、ここだね。はい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 、はい。あ、もちこっちか。はい、ここ。はい、ここです。いいね。楽しい楽しい。めちゃくちゃ、もっとアップしてから押さんといけんね、これ。はい。はい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 。これちゃんと歩けるんだ。あ、待って、俺縛ってた感じ？あ、ちゃんと歩いていいんだ。今気づいたわ。ジオゲッサーって歩いていいもんね。うわー、なるほどね。歩いていいんだよ。そう、動いていいからね。いいね。で、どこかわからんなった。最初が。まあ、最初どこかわからんなったけど、まあ、わかるでしょう。はい。寮のね、続く道です。まあ、この辺で最初スタートしたでしょ。えい、ちょっとずれてるけど、まあ、成功。さあ、ラウンド3。やっていきましょう。うん、はいはい。ここはね、まあ、緑いっぱいの、はい。こっちの脇ですね。ここら辺の脇の、検問所があるんで、ここ、はい、余裕。なんかちょっとずれてる。もうちょ前ね、うん。ここまで詳しくできるやつはすごいと思う。まあ、でも大体合ってるからね。はい、ここちょっと上だね、さっきの。さっきの上側。はい、鉄塔側の、ここが鉄塔なんで、この鉄塔エリアのちょい横。この辺かな？この辺です。レッツゴー！もうちょい左だった。うん、詳しすぎ。さあ、ラスト。ラウンド5。行きましょう。ちょっと天気悪くない？さっきから、変わってるね。あー、はい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 。謎だよね。このゲームやり込みすぎだよね。これでわかんだもんね。ここの鉄塔の、量があって、鉄塔の横だね。道になってるとこの、はい、この辺ですと。レッツゴー！ほう、ほぼほぼ合ってんじゃん。これ2メートル。やっほう。さあ、つうことで、カスタム編、これにて成功ということで、もうほぼ合ってるね。これほら、もうポン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 っていうことなんで。うわ、楽しい。これ永遠にできるかもしれない。ちょっと待って。永遠にはできんか。うん、まだね、やっぱ種類も、そう、少ないんで、まあ、覚えるようだね。マップ覚える。リザーブちょっとやってみるよ。リザーブ。シャーリーザーブ、いっちゃいましょう。レッツゴー。3、2、1と、来ました。はい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 。なるほどなるほど。球体の横だね。うん。ここでーす。もっとアップしてからやった方がいいんだろうね。はい、ここーイーズイー !0 メートル来た !1 メートルやった、うん、これで、極めていきたいね。さあ、カモンはい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 、やい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 。電車の、どこだね。んで、これね、めちゃくちゃもゼロ目指したいから、うん、割れ目があるとこね。オッケーオッケーオッケー。割れ目の、ここね。はいはい。だから、こっち側から入ってきて、道路の、もうここだね。ちゃんと丸があるとこの横。はい、ここ。完璧。100メートルじゃない。0メートル来た。んー、ちょっと後ろ。2メートル。まあ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 。さ、ナイトだね。白ナイトが見えます。ちょっと横に来たね。はい、ほら、坂のどこの横ね。はいはいはい、オッケーオッケーオッケー。ナイトが、ここなんで、ここだね。で、坂のこの辺。こう、はい、これ0メートル来た。完璧。むずい。ゼロむずい。ここもちょっとリザーブ狭いからさ、なんかあんま動いた気しねえわ。うん、ここね。はい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 。さっきとほぼ一緒やねえかい。はい、ここです。この横の道。この辺かな？この辺です。レッツゴー！ゲス！おい、まあ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 、当たりでしょう！冷めてる。んー、ラストラウンド。レッツゴー！はい、戦車横。はい、装甲車戦車横の、どこだね？はいはいはい。はいはい。懐かしいね、ここ。戦車、戦車、戦車。リザーブがあって、ここにあって、装甲車があります。はい、ここですね。完璧、ここ。決まったろ。ゼロ来る。なあ、ちょっとずれるんだよな。むずいね、これは。オッケー。つうことで、まあ、ほぼほぼ当たり、ちゅうことで。うわ。これね、マップ楽しみながらでも覚えれるわ。これ、ね、初心者必見っす。初心者必見っすわ。バカ楽しい。つうことで、まあ、これ、まあ、こんなゲームもありますよ、ということなんで、ぜひともね、この概要欄から飛んで遊んでみてください。楽しいわ。まあ、ショアライン以外は、なんだろう。
その、今期対応と全く一緒なマップなんで、しょうがないよ、まあ、前回と一緒。まあ、大体わかるけどね、しょうがないに関しては。似てるから。けど、まあ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 、面白いのかな。これ面白いね。初心者の方はめちゃくちゃ勉強になるかも。見ながら、マップのここ、マップのここっていうのが覚えていけるから、ガチでいいよ。ガチでいい。ガチでいい。おすすめします。もしよかったらね、高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。今回はね、これで終わっていきたいと思います。皆さんもね、ちょっと挑戦してみてください。よっしゃ！じゃあ、終わっていきます。絶滅危惧種のバンプのチャンネル登録&コメント高評価お願いします。これからも。マッチしました。こういう時に、ジオゲッサーが本当にいいんです。いきますよ、ジオゲッサーの。はい。ありがとうフォロワー。Thank you! おでんちゃん。はよー。おでんちゃん何の具が好きなんやろうかな。よし、ありがとうフォロワー。ということで、こんな感じでマッチング中にジオゲッサー、リザーブをすると、何の音今。目標クリア、ナイス。まあ、5ラウンドぐらい。まあね、マッチング中5分ぐらいなんで、まあ、10ラウンドでもちょうどいいかな。今から僕はリザーブへ行くんで、リザーブ、はい、ここどこですかということで、はい、ここはもうわかりますと。はい、ペン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 と答えていきましょう。まあ、こんな感じで、ここですよーと。まあ、こんな感じでね、はい、次々行きましょう。8メートルか。マッチング中にやっていくと、タルコフをね、倍早くね、覚えていけるんじゃないかなと。はい、こんな感じで見て、はい、ここね、ジャンピングゾーンの場所。はい、ここの後ろの方ですね。はい、ここですと。はい、ジオゲッサー、もっと後ろだった。4メートル、5メートルぐらいか。惜しい。ウッザムソーね。で、ウッツ行くときこれやりたいね。球体。球体は、はい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 。そこですかと。もうちょこ見ようかな、右。この辺だね。よしよし。この、いや、こっちだな。ここら辺です。レッツゴーファッキン後ろだった。はい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 。はい、オッケー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 。もうここね、大好き。大好きっていうか、ここで湧いたら絶望やけど。ここのね、間なんだよね。陽子鉄線がある、間のどこ。煙突があるから、もうちょ、こっちもね、しっかり横合わせていこう。この辺ですと。はい、この辺ですと。よっしゃー！さあ、ラスト、5ラウンド。行くわよ。パパ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 、あ、いや、オッケー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 。もう完璧。ここですと。どこだ？ここの前車の前。はい。砲弾の前のこれさ、ここ、はい、ジオゲッサー、これ0メートルちゃう？まあ、こういう感じでね、遊んでいけると、マッチング中にも、なんと簡単、ジオゲッサーということで、ちょうどね、これ10ラウンドぐらいしたら、マッチングすると思いますんで。レッツゴー！さあ、ウッズ前に、ウッズ10ラウンド。まあ、見ていきましょうか。はい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 、検問前だね、これ。これ、マップがちょっとむずいけどね。木がないとこだから、この辺だね。レッツゴー！ OK！ 2メートル！はい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 、医療キャンプの横側の木が、はいはい、こっちの、ここの、同じぐらいの角度だね。じゃあ、岩との直線的な場所。で、木が正面にあるから、この辺か？はい、この辺。はい、レッツゴー！うわぁ、ちょっと横だったぁ。10メートル。まあ、うっつ、来たぁ、むずいとこ。絶対むずい。パパパパッと見た感じ。はい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 。はいはいはい。はい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 、はい。わかりました。わかりました。わかりました。ここの、内輪、リスポーンの、この裏だな。裏の方の、この角度だから、多分この辺。ここら辺。多分、待って、違うかな？うわ、怖え！いや、いける！合ってるに決まってんだろう！おー！まあ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 、10メートル圏内。レッツゴー。はいはい、ここは簡単ですね。はいはいはい、戦車が近くにありますと。もう戦車の前。戦車が見える前の、はい、ここですね、と。あお。うわ、ちょっと横だった。アップしすぎましたか。ああ、さっきのどこだね、ここ。
あ、しかも結構奥気味だ、これ。的が見えるから、ほら、あそこ、あれ的が見えるってことは結構奥気味の場所だ。ということで、ここですと。で、ここだから、右寄りの、この辺。レッツゴー。はい、伐採の真ん中。はい、丸太間ね。いや、伐採の真ん中、丸太間。真ん中の丸太間、ここ。合ってるね。ここも完璧こうやん。0メートル来たんちゃう？うわぁ、ちょっとずれてる。1メートル。こんばんは、ナオトさん。どうも。おー、いいね。ヴィレッジの方も出てくるんだ。はいはいはい。ここはもう大好きだね、これ。大好き。右上マップの、この横と。はい、ここです。レッツゴー。1メートルか？ 0 来た。完璧。さあ、8ラウンド。きたー、無事ー、これ、なんなん、マジ、クソやん。は？あは？は？ちょっと待ってくれ。この坂は、はい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 。待って、ワンチャンわからん。マッチした、ちょっと待って、マッチした。くそ、待ってくれ。多分、ここ。多分、ここ。多分、この辺。いけ。あはんオッケーまあまあ、14メートル。おまあまあ、マッチしたから、ちょっと一旦ね。うん、白い、今はね。今、白いからさ、ちょっとずるくない？しかも、ここや。さっきのわからんとこで湧いたわ。うん、雪化粧だからさ、今。あれ、ここ、さっきこの辺だね、さっきの。うわぁまあ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 。